豚便中は、豚、イノシシの結腸、盲腸、直腸に寄生する線中の一種。30から4 5ト、mm、ル、35から5 0ト、mm、ル、プレパテントピリオドは37から49日。豚便中は宿主に、暗積色の血便、水溶性下痢、犬座姿勢など、豚赤痢に類似した症状を引き起こす。人に対する症状は一般に軽く症状がないことも、多い。 症状がある場合も、ドラメクチンやイベルメクチンなどで治療できる。近年、自己免疫疾患及び免疫システムに関連していると考えられる疾病に、豚便中の卵を服用することによって効果があるという報告がある。クローン病、多発性硬化症、感染、藍型糖尿病、海洋性大腸炎などに効果が期待されている。疫学的な研究から、 現代の先進国における高度に衛生的な状況で駆除された寄生虫が免疫系のバランスを取るのに役立っているというアイデアに基づく仮説である。アメリカ食品医薬品局では豚ベンチューラン剤をインベスティゲイシャネルニュードラックと認め、豚ベンチューランの人に対する安全性の検討が始まっている。欧州医薬品庁でも豚ベンチューの卵の服用が 治療法として検討されている。メカニズムとしては、第一に、制御性 T 細胞を活性化させて、インターロイキンマイナス10やトランスフォーミング増殖因子 β の酸性を促す。第二に、寄生虫が制御性樹状細胞やマクルファージなどの細胞に何らかの働きかけをして、巣に細胞のスイッチが入るのを防ぐ。第三に、 寄生虫が腸内細菌層の状態を変化させることなどが考えられている。ありがとうございます。